皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では信長の野望大使続きをプレイしていきましょう。前回ですね、終わりに武田今川連合軍が攻め込んでくるという状況の中、なんとかこれを撃退したんですが、引き続き義元軍が攻めてきていますので、これに対してはまず外交手段として義元に和睦の使者を送っています。これの結果次第で今回のプレイの内容が大きく変わってくるかなと思いますので、まずは進めていきましょう。待て。で、金銭線で譲渡することによって講和ができる。これは一旦講和しようと。で、すかさずなんですが、信長の兵を一旦休めましょうね。で、今戦って分かったのが、先ほどですね、前回戦って分かったのが、ちょっとね、一つ一つの城に入っている兵の数が少し少ないかなというのが分かったので、そこをね、今回は上げていきたいなと思っています。では、まず、下がっているところには、火巻きをしていきましょう。火巻きが必要そうなところがあれば、巻いていきましょうね。承知いたしました。まあこんなもんかな。で、内政の方の商業なんですが、進出していないところには積極的に進出していきましょう。承知いたしました。で、まずは親善で上杉、まあ後の上杉現長尾に対しては原因を送って同盟が可能なところまで持っていきます。で、ポイントになってくるのが母兵状態なんですよね。まず観音寺に関してはご覧の通り、足軽だけで1万の軍勢を抱えているんですけど、他がちょっと厳しいんで、特に、近畿方面、今後ね、戦闘が続くと思うんで、近畿方面を担当する城に関しては、少し歩兵で、兵の数を7000ぐらいにはなるようにしておきたいと思います。じゃあ具体的にまずは、戸内城に関しては兵をザクザクと上げていって7000で、式山はもうどうにもなんないぐらい小さいんで、まあ式山は置いといてだ、伊賀上野城はガッと上げていきます。松ヶ島は、松ヶ島が、言えてないですね。松ヶ島も上げられますね。で、鳥羽は？鳥羽も上げよう。で、他で言うと、日野城はどうかな？日野は、上げられるね。上げよう。で、機内の方法ばかりではなく、こちらで言うと、キヨスとかも全然上げられるよね。キヨスも上げて、岐阜も上げよう。またね、だいぶ無茶な兵の集め方をしてる感じもありますが。よし、これでちょっとね、兵が集まるまで様子を見ましょう。で、長尾に関しては今同盟が結べる状態になりましたんで、同盟交渉を持ちかけます。先月の終始でございます。で、表情は、表情、勝家、利光あたりがいるんで期待できるかな。いやー、さすがだね。勝家と利光もまあまあですね。他は、他は直政が商業38、今商業欲しいですからね。これでいきましょう。で、利家が旅行に対しての証券収入上昇を持ってきてくれましたね。あとは、いろは歌。これは一文集が成長しやすくなるっていうものですね。
じゃあ、牧場支援を1個入れ、いや、待って。やっぱりここなんだよね。今、商業関連ではこの行動増加を目指してるんで我慢しましょう。やりたいのは山々なんですね。で、他で言うとどうかな。マクロ走破とか軍事系はもうちょっと貯めておきますか？で、代わりに論議の新参抜擢を入れておきましょう。まあ、ここはね、まだまだこれからかなというところなんで入れておきます。で、士官は溝口とかが来てるんで、まあ全員召し抱えましょう。ここに関しては。武将の数が不足してますからね。まあ、僕の信長の野望はいつも武将の数が不足してるっていうのはね、もう口癖のようになっちゃってますけど。で、くつかけと刈谷に人を入れていきましょう。まず、くつかけには名古屋から長政、信介、正次に堀尾吉晴を入れます。で、刈谷城には、そうだな、誰を入れようかな。まあ、この辺りはね、対今川の最前線になるんで、犬山城から山内、一豊、あと長近も入れておきましょう。この3名を入れておきます。かしこまりました。で、あとは、城の修復ですね。刈谷城と、かしこまった。くつかけ、ここは最前線になるんで、早急に城を回復しておかきしまこます。った。で、あとは、鉄砲を取買っておき引ましをょう行ね。いましょう。これで三段打ち取りが計らいます。発動するはずあでりがす。とうございま2000した。丁以上鉄砲を持てば三段打ちが発動できます。これです。鉄砲の部隊の攻撃力が上がるになるんで、まあ、1万を集めて信長に持たせるっていうのは難しいかなと思うんですけど、まあ、ゆくゆくはね、それくらいの鉄砲をかき集めたいですね。さあ、兵の増強をガリガリ進めていきます。で、勝家とかが入ってる城に関しても、さっき、対象にはしでていごなざいかっまたす。んですが、何の対象かっていうと、兵を集める、兵を増強する対象にしていなかったんですけど、ちょっとよくよく考えたら、数正の入ってる清須は、どうしたんだっけ？ちょっと確認しましょうね。清須はというと、兵はこんくらいか、もうちょっと集めていいよな、清須は。数正が入ってる。で、岐阜は誰が入ってる？末盛城に勝家だよね、確か。違うな。勝家は名古屋。どこにいる？勝家。常ちゃんは郡上八幡か。郡上八幡に入れとくにはちょっともったいないよな。常ちゃんクラスになるとね。日野城は武将が誰も入っていない。入れましょう。日野城にむしろ勝家を入れる？勝家は今どこにいるんだ、そもそも。観音寺にいる利光もったいないんで、利光をまず入れましょう。で、日野に桑山を入れましょう。んかしこまで、りました。兵数が多いところで言うと、今岐阜は、光晴か。武将は？誰がいるかっていうと、まあ言い方悪いけど、ろくなやつはいないな。じゃあ、ここに勝家を移そう。岐阜に勝家を移します。戦闘力の高い武将をね、やっぱり大軍を率いらせた方が効率が圧倒的にいいんで、勝家を探して配属します。今、勝家がどこにいるかなんですが、勝家は、ちょっと待ってくださいね。勝家今探してます。ん？勝家がいない？もう一度上から見ていきますか。絵で見た方がいいね。勝家の絵は、いかついんですぐにわかる。いたー。勝家は今、末盛城にいるんだな、やっぱ。末盛城にいるよりは、岐阜城に入れましょう。で、足軽をまた大量雇用してるんで、前と同じく金が不足してくるのが
いずれ出てくると思うんで、そうならないようにしっかりしっかり、お金をね、集めていきましょう。で、まずは、そういう意味では、お金が取れるところ。かしこまった。未進出のところ、積極的に進出していきましょう。で、農業コマンドをどこで打つかなんですが、統一で土作り。いや、種まきだな。で、母兵で言うと、岐阜城が、まあまあなんですけど、キオスが全然でしたよね。足軽が全然いないもんね。足軽もうちょっと入れてあげたいな。ルミンをもうちょっとキオスに入るようにしてあげたい。けど、それにはすぐにはどうにもならないんで、このまま一旦見送りますか。で、農業の労力がどんくらい余ってるかっていうのを見ると、労力が13分の5残ってるものの、一旦ここは先に進んでしまって、夏まで待ちましょう。で、各国の兵の状況もね、ちょっと見ておきますか。報告いたします。先月の収支でございます。表情ダーク、定勝が光ってるね。商業28は嬉しい。秀吉もさすがですね。で、丹羽長秀でしょ、秀長。今欲しいのは商業が欲しいんで、富田を採用しましょう。これで表情、赤備えか。赤備えってどんなんなんでしょう。おお、これでやっと豊作がいけるね。豊作が3つできるようになるんで、これは速攻でやります。これ目標にしてましたからね。で、赤備えはというと、井伊直政か、オブ正景か、雪村を配下としてないと、そもそもできませんということですね。まあ、ただ攻撃力がやっぱりかなり上がるんで欲しいですね。で、軍事が140か、まあ、でもまだまだ貯めておきたいな。総戦術とかも、そう、まだまだいらないですもんね。貯めておきましょう。で、各国の状況なんですが、まずは、信長の方は兵が9万。だいぶ膨れましたね。で、三好、7万ですね。今川は6万6千。いや、だいぶ信長の方が力が強くなってる。これだったら今なら戦えるな。そうすると、どうする？三好を切り従えるよりか、先に若さを攻略しておきたいですよね、若さ。どうするかな。ちょっと難しい選択ですね。今川と決戦するには、武田の兵力も考えなきゃいけないんで、武田はね、9万7千。まあ、我々と全く遜色ないですよね。で、三好はというと、こんなものか。西に行くか、東を固めるか。はたまた弱小国を取り込んでおくかだな。今だと、一色隊が若さに攻め込んでるんだな。じゃあこれを、ちょっと、いきなり唐突だけど若さに攻め込んで若さの方を平らげましょう。先制布告。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。早速行軍して行きたいけど、待て、行けないってどういうこと？行けるよね。5万4000もいらないな。削りましょう。できるだけ兵の数は少ない方がいいんで、今回は精鋭2万4600でいきましょう。まあ、勢力拡大のためだけに若さに攻め込む感じですね。報告いたします。
月の終始でございます。若さから金銭72,305だけに譲渡、これは速攻で承諾します。そしたら強行ってできるの、どういうこと。そうだよね、山名が取ったわけだよね、一色隊が取ってるんで、我々はせっかくここにいるんで、宣戦布告をして、どこに宣戦布告をするかというと、山名に対して宣戦布告しよう。俺の波動を阻むもの、生かして。まあ、雨子とかどうでもいいですからね。ただ、山名も相当なもんだな。まあ、ここは山名を一気に攻略しましょう。進め、取り囲め。なんかかなり下水動きをしてますけどね。長政が裏切る気配は今のところ全くないので、このまま一気に行きましょう。若さから金7万を巻き上げた上に結局攻略できますからね。今ここの耐久が4000残ってんだな。なんで、ね、この後瀬山を取るには強行だな。強行しましょう。で、農業もしっかりやっておきます。ということで、ただ、草刈りも考えもできないか。ここは草刈りをして、考えができるところは考えもしておきたいな。治水が低いところは考えをしておきましょう。20切ってたら危ないと思った方がいいよね。よし、一旦これくらいにして商業で、金をまた集めるための動きをしておきましょう。はっ、承知いたしました。で、問題はここだ。強行してあるんで、一気に城を落とそう。硬いな、思ってる。信長が作る新しき世で、総大将が出てきているんで、これはちょっと動きを確認する必要があるな。合戦になるかどうか。報告いたします。これより表情を行う。あ、信長自らがいるけど、いや信長やっぱりすごいよな。ただまだまだあるはずだ。貴様らの考え。うわ、信長がめちゃくちゃ下がったな。やっといた方が良かったね、さっきの。気に入った。これで表情を終える。まあ、今回は特にいいかな。やりたいのないもんね。免疫推進でしょ。あとは量子選別、まあ、これ量子選別やっとく。これでいいですね。種まきの回数が増えたんで。問題は今集結してきている総大将は栗谷勝久か。その勝つ22,000、まあ、決戦になれば信長の方が有利でしょう。ただ舞台数が少ないんで、そこがね、吉と出るか凶と出るか。敵に囲まれると厳しいですよね、舞台数が少ないんで。こっちは4舞台で向こうは8舞台。そうなると、どうするのがいいかな。本陣切り込みにして敵の本陣を壊滅させよう。誰が強いか分からせてやるぜ。誰が強いか分からせてやるぜ。俺に続け。
敵の本陣を発見しろって言われても結構あれだな、いかついな。懐が深い陣形になってますね敵は。敵の居場所が知れました。見つけたぞ。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しろ。マイルズ、行け。放て。奇襲を食らってるね。ごめんの歌舞伎者、前田刑事様のお通りを。始めるぞ。ここはもうただ敵の本陣めがけて突撃あるのみだな、全軍が。敵の本陣を壊滅させた上に撤退に追い込めばその時点で勝利ですからね。切り込め。天下御免の歌舞伎者、前田刑事様のお通りを。敵の居場所が知れました。わざさくご覧ください。始めよ。ゲチよ、始めるぞ。敵の居場所が知れました。抜かった。放て。策のある者がいるようです。この策、足止めさせた上で突撃。手加減できるほど器用じゃないんでな。天下御免の歌舞伎者、前田刑事様のお通りを。さあ殺到してるんで、この状態で一気に敵を削り取れれば敵の本陣を吸収していきましょう。覚悟しろ。マイルズ、始めよ。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、始めるぞ。敵の居場所が知れました。今は引く。向かったか。天下御免の歌舞伎者、前田刑事。逃がさずに敵の本陣をこのまま仕留められるかですね。ご覧ください。さて、見つぶしてやる。クリア隊に全軍突撃。勝利をつかむ。この策で勝利をつかむ。この策でご覧ください。鬼柴田も発動したしね。今一度戦場へ。よし、勝利しましたね。それなりに消耗しましたけど、やっぱり本陣切り込み隊が敵の本体、本陣、ここを撃破できたのが大きい。それが信長の戦い。で、2人はじゃあ登用しましょうね。で、一旦若さを平らげたんで、騎乗しましょう。戻るぞ。まあ、目的としていたところは達成できた上に、金が13万まで一気に膨れ上がったんで、この金で、大量にまた宿いましょう。もうこれの繰り返しだな。恫喝をして金を巻き上げる。報告いたします。先月の収支でございます。恫喝に恫喝を重ねましょう。そういう意味で言うと、まず商業で、しっかりしっかり、お金を得ていくということと、あとは、進出可能なところはもう全部ないかな？全部進出した？全部進出したよね。進出したんで、こうなるとあとは投資するだけだな。じゃあ、観音寺に投資しておきましょうけど、投資額が高いな。投資に躊躇しちゃうね、これは。1、あ、まだある。
くつか検討しよう。ファンを進出しよう。で、母兵ですよ、母兵。統一城。なんといってもね、金はうなるほどありますからね。金に物を言わせて。キヨスがね、全然金が、ルミンが入ってこないですよね。ルミンをもうちょっと増やしてあげたいですよね。かしこまった。かしこまった。あとこうやって調子に乗ってると、金がなくなっていくっていうね、リスクもあるんですけど、まあでも13万ありますからね。13万。一気になり金になりましたけど。そうか、野地瀬山に人を入れないといけないな。お、これで三好のまた話が出てくるな。この久秀が常に手に持ってるのは平蜘蛛ですかね。茶釜、平蜘蛛。これで三好がまた戦意を喪失してくれるんであれば、一気に三好の攻略が進みそうですね。報告いたします。ご命令を。はい、というわけで今回は、一気に若さへ進出したんですが、元より狙いは機内なので、次回はまた機内の方に兵を進めていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなと。いうふうに思います。